桜とね、水辺と桜って結構破壊力あるんですよね。やっぱ川と桜がね、かなりシナジーある。いや、俺の家の近所の大川ってところも結構いいんですよね。大川はね、家の近所やから普通にあの花見てか、俺桜好きすぎて桜の時期ほんまに一生散歩してるんですけど、大川はいいわほんま。桜やっぱでも1年の少しの時期しか咲かないから、やっぱ美しいっていうのはあるんやろうな。桜ってもっと、いや、アップデ要素っすね、追加されました。まあてか、あと桜が咲く時はその気候がいいのもずるいわ。その春やん、春に咲くから外出て、あー気持ちええわーっていう気温からの桜やから、もう全然半袖でもいいぐらいの、でも日陰に入るとちょっと肌寒いなぐらいの気温の時に桜よ。桜の隅入ってないの、僕は一切綺麗な体です。僕はおー桜、落ちてる花びらにコップン使うと4段階変化して増える。そうなんや。コップンやっぱ結構欲しいな、作業を効率化するためには。コンポスター、ああコンポスターな、ようやったようやった。コンポスター、昔ようやったわ。お尻から空気入れて破裂させるやつ。あー、エアコン、あのコンプレッサーね。アマンガス、インポスターね。インポスターね、それ。平井堅の曲ね。ポップスターね。ビートルズのドラムの人、リンゴスターね。そうそう、うまい棒のあの美味しい味。コーンポタージュね。ジョルノが憧れてるやつ、ギャングスターね。ヨンボの追いかけてくるスタンド、ハイウェイスターね。柿のソースター、ソース、ウスターね。子さんのファラン使い、ミスターさんね。岡山の有名ゲーセン、ファンタジスタね。ジョータロのスタンドでスタープラチナ、だいぶ遠いな。コンポスターって何？コンポスターは工事的には家庭から排出される生ゴミなどの有機物を分解し、堆肥を作る家電製品または装置。競技には庭などにプラスチック製の円柱を埋め込む生ゴミ、堆肥化容器。おお。小麦の種とかいらん植物ぶっ込むとコップになるよ。へえ。これに何を入れたらいいの？あ、ほんまや。え、すごい、こんな利用方法あったんやん。え、めっちゃ有効活用できるやん。え、知らんかった。さすがにメキシコスペイン語わからんな。じゃあ俺が知ってるスペイン語豆知識、スペイン語ってさよならの種類が多いんすよ。日常的に使う、じゃあバイバイ、バイバイがチャオなんすよ。バイバイがチャオで、しばらく会わなくなるなっていうさよなら、だからさよならが、そう、アスタラビスタなんですよ。あのシュワちゃんが言ってたやつね。で、根性の別れ、根性の別れがアディオスなんですよ。もうめったに使わない、もう別に根性の別れがアディオス、アディオスアミーゴ、また会いましょうは、だからアスタラビスタじゃないですか。またいつか会いましょうがアスタラビスタ。日常的に使うのがチャオ、チャオっすね。だからそう、アディオスはほんまにめちゃくちゃ重い言葉らしい。そう、アディオスアミーゴ、さらば友よって、もうだ根性の別れっすよ、本当に。だそれがなんか俺が知ってるあのスペイン語豆知識だから、ジョジョの語部で使ってるやつはだいたいイタリア語、ベネとか、そう、ボラーレビーヤとか。イタリア語だと根性の別れはアディオ。あ、そうですね、スペイン語オラーとグラシアスと、あとこれは超かなりニッチな豆知識やけど、ホタル、イタリア語でホタル、ルシオラと言います。
ホタル、イタリア語でルシオラ。かっけえ。ドイツ語がマジでかっこいいっすよね。黒豚がシュバルツバインやったかな、確か。シュバルツが黒でバインが豚なんですよね。国人をドイツ語で言うとどうなるの、調べようか。ドイツ語で兄、ドイツ語で兄さん。シュバルツブルーダー、ええ国シュバルツ国シュバルツブルーダー嘘やろほんまか国ネオドイツ代表マジか国マジか黒人さんシュバルツやったんかよ、マジか。あ、シュバルツ来た、シュバルツシュバルツ来たシュバってきた、シュバってきた。黒人さんあんなかっこいいキャラやってんな。新解釈来たな、新解釈来たな、マジでびっくりした。え、てか、お兄さんってブルーダーなんや。粉ってドイツ語でなんで言うの、なんて言うの、粉、ドイツ語、粉、パルバー、パルバー、パルバーって発音するのかこれ。パーバー、パー、パーバーかパルバー。シュバニーはプリバープンプンってこと。シュバニープリバープンプンでかわゆークラッツェンクラッツェンでカキカキクラクラしてきた、クラッツェンクラッツェンしてきたな、クラスな。うわあ、ええな、お前は見てるだけで。ああ、動画かこれも。もう買ってまうな、またな。もう買うのどうからさい。ええな、ほんまお前羨ましいわ、羨ましいわ。